Berbicara soal aroma, tentu tak bisa dipisahkan dari selera yang begitu personal dan subjektif. Maka pepatah tak kenal maka tak sayang, rasanya cocok untuk diterapkan pada hal yang satu ini. Tak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa saya bisa mengenal berbagai aroma hanya melalui sebuah aplikasi digital. Wangi yang saya pilih sesuai selera pun dapat langsung tercium hanya dalam waktu beberapa detik. Pengalaman berbelanja aroma secara digital ini saya dapatkan berbekal pengembangan teknologi dan inovasi dari perusahaan asal Jepang, Horizon Incorporated. Perusahaan ini menghadirkan rangkaian aplikasi dan juga mesin diffuser bermerek Sensor yang bekerja secara bersamaan dan memberikan keharuman sesuai selera konsumen tanpa mengharuskan mereka pergi ke toko dan mencium aroma favorit secara langsung. CEO dan pendiri Horizon Incorporated, Alexa E, saat berbincang dengan Antara di Jakarta Minggu 25 Februari menjelaskan bagaimana teknologi Sensor tercetus dan berjalan hingga harapan untuk pengembangan jenama tersebut di Indonesia pada masa mendatang. そうですね。人の好みに応じて匂いを作ることは実はあんまなくて、おっしゃる通り人によって個人差があるんで、違うんですけど、僕らが今やってることっていうのは、その香りの買い物の仕方、それを今まではお店に行って買ってたけれども、それをインターネットで買えるようになる。すごい楽になるんですよ。なので、多分自分の好きな香りってあるじゃないですか。今まで言ったらお店に行ってなかったらまた別のお店行って買わなきゃいけないみたいなのがあるんですけど、インターネットでこうやって僕らのアプリを使ってダウンロードができるようになったら、もうここだけで自分の好きな香りをいっぱいあるんで、もういろいろ試してみてこうダウンロードできるんで、そういった意味では今よりも選びやすくはなると思いますよ。そうですね、きっかけです。これをやろうと思ったきっかけですね。そうですね。それはですね、いろんなテクノロジーが揃ったっていうのがあります。例えば携帯みんな必ず1個持ってるっていうのもそうじゃないですか。で、あとこう香りを合成する、この技術もすごく進歩してて、どんな香りでも作れるようになったっていうのもあります。で、あとはこういう機械ですねっていうのも作れるようになった。最後にあとその、デジタルの世界でもちゃんと著作権っていうものが守れる仕組みができたんですよ。こういうこの事業をしていく中で大事な要素っていうのが全部揃ったので、この事業化できるなと思ってやり始めたんです。一つのインク、これは紙のプリンターと同じ仕組みなんで、それぞれインクが刺さってるんですけど、一つのインクで、1% から 100% まで出力を変えれるんですよ。で、これが、8月に出る製品は10個入ってるんで、100×10、100の10乗分の香りが理論上は作れるんです。まずは、リリースする、商品の順番としては、今インドネシアのいろんなセレブリティの方々とコラボレーションさせていただくんですけど、そのセレブリティの皆さんがプロデュースする香りですね、これをこのセントストアでまずは販売をしていきます。で、それが終わった後は本当にインドネシアにいる香水の事業者さんとかとコラボレーションをして、彼らの今の製品あるじゃないですか、それのデジタル版っていうのをもう僕らの方で配信をさせてもらうという、そういった形でインドネシアではどんどん商品を展開していきます。はい、もちろんあります。日本ではもうすでにそういうことはしていて、で、インドネシアの地元のローカルの香水事業者さんともコラボはしたいです。で、これは実はその香水事業者さんにとってはすごいメリットがあることで、彼らはアナログでしか今商売ができないんですね。でも彼らと我々が組むことで、彼らは自分たちの商品をデジタルでも配信できるようになるんですよ。それは彼らにとっては売り上げが伸びることなので、今後僕らはそうやってインドネシアのローカルの
香水事業さんとに、まあ、こういうデジタルで配信できる機会を提供させてもらって、まあ、一緒にコラボレーションさせていただきたいなと思ってます。シェアは私は非常に期待をしている市場でして、っていうのはやっぱりまず人口がすごく多いっていう、ところがあります。まあ3億人ぐらい人口いるっていうことで、非常に大きなマーケットだと思ってます。でなおかつ、皆さんがですね香水を使うっていう文化がもうあるじゃないですか。でこれは日本とはちょっと違って、日本は香りを消すっていう消臭の文化が強いんですけど、インドネシアはもうみんな香水いろんな楽しみ方があって、でなおかつ、まあ、いろんな価格帯もあってですね、まあ、なんか成熟してるような気がするんですよ。でそんな中でアナログではもうすでに成熟してる市場で、みんな香水の使い方も分かってるっていう段階で、この僕らがやってるデジタル配信ですね、香りをデジタルで配信するっていうものを皆さんに提供すると、まあ、おそらく皆さん、まあ、うまく僕らのサービスを使ってくれるんだろうなっていう期待はしています。Senstore akan resmi hadir di Indonesia mulai bulan Agustus 2024 mendatang. Meski kini tengah difokuskan pada alat diffuser yang lebih ditujukan untuk pewangi ruangan, Senstore juga siap untuk dikembangkan menjadi platform sampling parfum untuk berbagai jenama wewangian. Nantinya produk ini memiliki koleksi parfum sendiri yang dapat digunakan oleh para konsumen. Jadi bagaimana? Anda tertarik untuk mencobanya? Dari Jakarta, Arya Sindiara, Sanya Dinda Susanti, Kantor Berita Antara, mewartakan.